はい、こんにちは、達郎です。今日はね、割と時間がある日なんですけどね、めっちゃ天気悪いんですよ。雨で沖縄ね、天気悪いとすること減っちゃうんですよ。まあ、今日はですね、沖縄ビレッジメンバーと僕がすっごい気になってたうるま市の沖縄そば屋さんに一緒に行こうってことになってます。名前はね、マルショーさん。聞いたことある人も行ったことある人も多いんじゃないですかね。すっげー美味しいらしいんで、ちょっと行ってこようと思います。 Vlog 撮ります。晴れることある？箱庭行くんだったらこの天気めっちゃいいよ。いや、箱庭行きたい。すっごい雰囲気やで。天気悪い。確かに体に良さそうな味がする、生姜がめちゃくちゃ入ってってるでしょ。あなた。こっちでいいよ。全部食べると多いから。もう美味しいや。美味しい、ね、美味しい。